動画見ててありがとうございます。今日はですね、長座で座るのが大変っていう方のための、長座を座りやすくする、ね、方法をお伝えしたいと思うんですけど、そもそも長座ってどういうのかっていうとですね、皆さん足を、このようにね前に出した時にこうなって背中がね丸まったり、ちょっとこれが辛いって方って結構いらっしゃるんですね。でこれをやりやすくするために、この長座をですねしやすくするための体操を今日はご紹介したいと思います。はい、でどんなことをやるかっていうとね、まずタオルをねこう用意してもらうんです。タオルで、タオルを用意しましたらですね、寝ながらやるんで、寝てですね、寝ながらかかとをですねこのタオルにこうやって引っ掛けてほしいんですね。で両片手、もし右の足だったら右のですね手でこのタオルをね片方持ってもらうんです。でかかとに引っ掛けたまんまで、はい、なるべくかかとですね天井にこうやって向け打つんです。かかとをぐーっとで肘をね引いてみてください。ぐっと肘を引く、肘を引きます。膝は曲がっててもいいので肘を引きながらですね、なるべくと後ろの方に、後ろの方に、ね、壁の方に、壁っていうか、ね、床の方にこうやって引いています。で引きながら、はい、かかとをぐーっと突き出しながらですね、右手だったら左の手で右の肘から手首までこすりながらですね、なるべくこの内側をこすってみてください。小指側ですね、肘から、はい、小指側を一方向に向けてこう擦りながらですね、かかとを、はい、突き出してます。肘をぐーっとね引きながら、床に引きながら、はい、こんな風に擦ってみてください。肘から、はい、手首まで、これ逆方向じゃないです。肘から手首までを擦りながらかかとを突き出す、こんな感じでちょっとやってみます。で逆もですね、逆もちょっと見せますね。左の足だったら左のかかとですね、これタオルを引っ掛けて左の、はい、手ですね持ちながら肘を引きます。でかかとを突き出すようにして、右手ですね肘から、はい、手首までをこすりながら伸ばしていますよ。なるべく伸ばす、かかとを突き出すようにして肘を床の方にこうやって引きますね。はい、で膝をね無理に伸ばそうとしなくていいので、はい、こすってみてください。でこんな感じでやってもらうとですね、背中が結構ですね立ちやすくなるんで、ぜひね、やってみてねいただければとね思います。はい、今日もありがとう。